さあ、時刻は朝の8時を回りました。FM 講座をお聞きの皆さん、おはようございます。この時間は、マイオアシスをお届けいたします。えー、毎週月曜日から金曜日、8時から10時まで、えー、この時間は FM 講座のスタジオから、えー、マイオアシスという番組をお届けしております。毎週月曜日、えー、マイオアシス担当はですね、いつもだったらアーズさんなんですけれども、今日は、えー、お休みのため、 えー、お休みのため、FM、え、ェ、ー、座ムの名宮がお届けしていきたいと思います。この後10時まで、えー、生放送続きますので、最後までぜひお付き合いください。さあ、えー、7月31日ということで、えー もう7月最後の日となってしまいましたね。早いね。もう明日からは8月なんですね。もう夏休み真っ只中ということで、結構ね、もう、えー、子供たちというかね、夏休みの学生さんたちが結構ね、えー、見かけるんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね、沖縄地方、 まあ沖縄市、まあ FM コ座の上空はね、すごくいい天気です。すごくね、いい日差しが降り注いでね、とても明るい天気となっています。皆さんのいらっしゃるところはいかがでしょうか。はい、こんな感じでね。<laughs> <laughs> はい、あの、今日、私、一人でね、あの、マヨセス届けていきたいと思っています。えっ、ー、と、沖縄市の情報だったりね、FM コザの情報だったりっていうのをね、発信していきたいなと思っています。今日のね、えー、まあ、ラインナップといいますか、まあ、マヨセスね、いつもこんななんですけれども、まあ、この後、えー、テーマトーク、まあ、トークテーマか。トークテーマを発表しまして、結構挟んだ後はもう、お天気ですね。 お天気道路交通情報をお伝えいたします。そして8時半ごろからは、まあえー、沖縄タイムス琉球新報からね、えー、記事の方をお伝えいたしまして、そしてその後は、今日は何の日。で、その後は、まあ、皆さんとね、潤、え、択、ー、反択しながらね、えー、トークテーマについてお話しできたらなと思っています。 でですので皆さん、ぜひぜひメッセージお寄せください。今日の、ね、トークテーマ発表したいと思います。今日の、ね、トークテーマはこちらです。あなたの元気の源はこちらでお待ちしております。あなたの元気の源教えてください。もうね、なんでこのテーマにしたかって言ったらね、まあ、これ後から話しますけれども、そう元気が出る 元気が出ることがあったんですよ。はい。なので、皆さんの元気の源、私の胸派の話していきたいと思うので、皆さんの元気の源も、えー、教えてほしいなと思います。よろしくお願いします。メールアドレスは、7 6一アットマーク f m k o s a j p 7 6一アットマーク f m k o z a j p まで、また、f m c o d ではツイキャストユーストリームでも、 え、インターネットで生配信しております。スイキャス、ユーストリーム、それぞれアプリがありますので、そちらからご参加いただくか、もしくは FM コザのホームページから簡単にご覧いただけますので、そちらからも、えー、お楽しみください。メッセージはね、あの、先ほど、 言いましたメールアドレス以外でも FM 講座のホームページからメッセージを送るっていうボタンがありますのでそちらからだとと,とても簡単に送ることができます皆さんの参加しやすいスタイルで是非、えー、ご参加いただきたいと思います7月31日「マヨアシス」このあと10時まで生放送です オアシスお届けしてきてますけれどもえっ、ー、と本日のオープニングナンバーに行きたいんですがちょっと待ってよ <laughs> ちょっと待ってよちょっと待ってよ準備が間に合ってなくてねちょっと待ってね <laughs> えっとはい行きましょうそれでは 今日のオープニングナンバー行きたいと思います。西のカナのナンバーで Always. マオーセス一曲目をお届けしましたのは、ネッシュのカナオールウェイズでした。今日のオープニングナンバー、違う。今日のトークテーマは、あなたの元気の源はでお待ちしております。メールアドレスは、マーク f m c o z a j p マーク f m c o z a j p です。また今日はね、アズさんに代わりまして、fmcoza 名具が お届けするということで今日はね、えー、リクエストデイにしようかなと思っています皆さんからの夏に行きたいテンションの上がるノリのいい曲リクエストお待ちしておりますこの後迷わし図10時までお,とお届けしますので最後までお付き合いください

れ間に合うから。 すでに汗がやばい前髪切るってだったのにな <laughs> くんだんさん今日はずさん休みピンチヒッターで。 ピンチヒッターで自分がやるんだってさ。 さあ、時刻は8時14分を回ろうとしています。お届けしています。この番組はマヨーシスです。えー、ちょっと変なイントリューションになっちゃいましたね。えー、毎週月曜日マイオーシス担当はアーズさんですけれども、ピンチヒッターで FM 講座の名愁をお届けしています。えー、この時間は天気、お天気道路交通情報をお伝えいたします。まず、お天気情報からですね。えー 7月31日月曜日、今日のお天気は、えー、っと、南東の風、やや強く、晴れですね。もう、さっきね、オープニングトークでも言いましたけれども、沖縄市 FM 講座上空もね、すごいいい天気で、ちょっと雲はちょっと多いんですけど、晴れてますね。風が強いで、ね、雲の流れがとても早く感じますね。 はい、ということでえ、今日は南東の風だからちょっとぬるいのかな、風がね。強くということになっています。えー、っと、そして、えー、最高気温が34度。最近も34度、十四度だらけだね。でも今週ずっと34度だよ、だって。えーっと、今日は明日も34度だし、えー、 今週ずっとあ、明日が、明日まで34度で、水木金はもう33度になってますね。もうずっとこの気温だね。はぁ、あ、暑いね。<laughs> はい、ということで、日中の最高気温も34度となっています。そして、えー、今日の降水確率はですね、えー、と、この後12時まで、お昼12時まで20%。 あ失礼しました。この後夕方6時までが20%ですね。そして夕方6時から深夜12時までは10%ということです。なので、まあ、そんなに雨の心配はいらなそうですね。はい。で波の高さは3メートル、うでりを伴う見込みです。そうして、そうして天気概況をお伝えしましょう。 本島地方の沿岸の海域では、うねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近では8月1日にかけてうねりを伴った高波に注意してください。沖縄本島地方は太平洋高気圧に覆われて、おおむね晴れています、えー。先島諸島は台風第10号の影響で曇っており、ああそうか、台風ね。うん、うん。雨の降っているところがあります。なお、 台風第10号は台湾海峡を北に進んでいるということです。ああ、そうか、そうか。皆さん、ね、台風で、離島の方はね、結構台風の影響を受けるということなのでお気をつけくださいね。えー、と、沖縄地方では31日は熱中症の危険が特に高くなる見込みです。明日を避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。ということです。もうね、もうずっとね、こうやって熱中症を えー、懸念されておりますので、皆さんぜひ、ぜひではないな。皆さんも本当に熱中症ね、えー、気をつけてほしいなと思います。水分だけじゃなくてね、あの塩分も、えー、取ってほしいなというところです。よろしくお願いします。そして以上、えー、お,天気のお,天気お天気の情報でした。えー、っと次続いて、えー、天気は言ったから、 はい。次は、えー、道路交通情報をお伝えいたします。すいませんね。もう、たどたどしくて。はい。えっ、ー、と、お聞き苦しい点がございますが、ご了承ください。<laughs> さあ、続いて、えーと、道路交通情報をお伝えいたします。まずは、自動車道ですね。沖縄自動車道からお伝えいたします。えーと、京大インターチェンジから宜野座インターチェンジ間ですね。工事により第一、 車線が、第、え、一、ー、走行帯が規制かかっております。ここいつもだね。ねそして下り。下りは近、近々インターチェンジ付近ですね。こちらも工事により、1、えー、車線、規制中ですね。そして、そして、あ、今日は、あ、ここかな、次は。そして下りですね。那覇インターチェンジ付近。こちらも工事により、追い越し車線が規制されています。 えー、下りですね、那覇インターチェンジ付近、下り工事による追い越し車線規制が行われています。今日はこんなもんかな、自動車道はいつもより結構、えー、規制が少ない気がしますけれども、はい、ということなので安全運転です。お願いいたします。そして、えー、一般道をお伝えしますね、えー、沖縄市付近ですと、まあ、小座十字路ですね。 小田十二郎から、えっ、ー、と、これは、小屋向けかなね、えー、ちょっと渋滞が起こっているようです。そして、北中城す戸口交差点付近、こちらもすごい、いつも渋滞してますね。こちらも、えー、戸口交差点付近も、えー、渋滞しております。そして、えー、こちらも、ズケラン交差点付近も、えー、一心田に向けて、 ちょっと長い渋滞が起こっているようです。ズケラン交差点から石田交差点まで、ね、ちょっと長い渋滞が起こっているようです。あとはもう南部なんですけども、まあ、公営交差点とかね、えー、ここは坂田か坂田交差点儀母交差点アハ茶もう全体的に、えー、ずっと こちらの付近ね。全部、えー、渋滞起こっています。えーと、そして国道330もえーと公営付近から古島までですね。ずっと長い渋滞が起こっています。そして、58号線も、えー、伊佐交差点から大蛇に向けて。 相変わらず渋滞が起こっています。また大者、大蛇のな、交差点から、牧港、そして、ぐすくまにかけて、長い渋滞が起こっているようです。皆さんね、もう、夏休みだから、ちょっと子供たちがな、えっ、ー、と、出かける頻度もね、朝早くから出かける頻度も、高くなっていると思いますので、ぜひぜひ、えー、安全運転でね、え、朝は急ぐけども、 安全運転の心にゆとりを持って安全運転でお過ごしください。以上、えー、と、道路交通情報をお伝えいたしました。えー、と、FM 小坂から見えるお天気なんですが、まあ、先ほどから言っているように、とてもいい天気です。そして、330はね、そうね、スムーズかな。そうですね。ちょっと今、チンゴを待ちしてるから、車が多く見えますけども、まあ、 上り下りと言いますか、三三丸ね、ヘムコ座の前の三三丸は、うん、スムーズに流れていますね。皆さん、安全運転でね、よろしくお願いしますね。はい、パーカビニューもスムーズに <laughs> 通っているようです。そして、これを忘れてはいけませんね。えー、ツイキャスから、えー、皆さんからのメッセージ、メッセージじゃないね。えー とととと天気、天気、天気をお伝えしたいと思います。月スから、ね、いただいている天気と天気情報をお伝えしたいと思いますよ。まずはこの方からいきましょう。ラジオネーム、ルドルフさんです。いつもありがとうございます。はい、さあ、おはようです。メグさん、あずちゃん、お休みなんですね。そうなんですよ。えー、けんけんどうデートかなどうかなちょっと多分デートではないと思うけどね。大阪は曇りで30度。 えー、最低気温は27度。あんまり変わらないんだね。最高気温と。あ、違うか。最高気温が35度。あ、昨日より暑いね。そっか。最高気温が35度で、最低気温が27度か。まあまあ、でも最低でもちょっと暑いね。はい。雨になりそうですよ。あ、雨も降るんだね。 そっかそっか、じゃ傘は手放せませんね。はい。ありがとうございます。続いて NUJ さんからです。おはようさんです。おはようさんです。7月最後ですね。今朝の横浜は曇りのち晴れ。曇りのち晴れか。うんうん、うん。いいね。予想最高気温は34度の真夏日で、もう電車の中はサウナ風呂、サウナ風呂状態、んめぐおって来てますね。<laughs> はい。 あ,あそっか、もう最高気温34度、沖縄と一緒ですね。もうこの中で電車の中、あれでしょう満、満員電車とか言い忘れなんでしょう。うわあ、きついね。そりゃサウナ風呂状態は朝からちょっと体力奪われますね。いやー、気をつけてね。もう、なんて言えばいいかわかんないけど、頑張って。<laughs> 沖縄はね、そういうのないからね、なんとも言えないんだけれども、NUJ さん頑張ってくださいね。負けないでください。そして大阪源氏さんからもいただいてます。おはようございます。おはようございます。えー、埼玉は晴れ、降水確率30%、最高気温が33度、最低気温が24度の予想ですということですが、そうなんだ、最高気温はあんまり沖縄と変わりませんね、やっぱりどこも。 えー、最低今日24度だから、ちょっとは過ごしやすいのかな。はい、今日も元気にお伝え、うん、元気に過ごしてください。そして、そして、うん天気、天気、あ、続いてこの方も来ましたよ。熊本バッテン、隆人ま也さんです。メグ、おはようございます。おはようございます。今日の名古屋は、快晴で、 もうすでに猛暑で、えー、最高気温が35度です。早い。早いじゃない。高いね。35度ね。暑いね。うわぁ、沖縄より暑いね。そっかそっか。最低はちょっともうちょっと下がるのかな。20度、20 2十四五ぐらい下がるかな。ほんと熱中症気をつけてくださいね。はい、2時間ファイティングいただきました。ありがとうございます。頑張ります。 えーと、そして、天気は、天気はこんなもんかな。はいはい。あ、シーサーさんからも来てますね。埼玉の35度以上は、あ、違うか。これだね。えー、埼玉の35度以上普通だけど、沖縄の34度っは少ないですかと、来てますね。そうね。どうなんだろう。内地の、内地の35度っていうのと、沖縄の35度っていうのは、 多分変わる気はしますけど、どう、どうなんですかね。体感温度っていうのがやっぱり変わってくるのかな沖縄は結構日差しも強いっていうのもあるけど、風、風が出てきたら、まあ、日なた日なたっないや。日陰か。日陰は結構涼しかったりしますからね。温度がね、あ湿度が違うね。そうね。 もうムシムシしてるからね、沖縄は湿度すっごい高くて、昨日、おとといもね、すごい湿度が高くて、もうなんだろう、ベタって感じなんだよね。本当にそんな感じなので、まあ、ちょっとね、沖縄の方が、うわじとって感じはするんですが、いかがでしょうか。はい。ということで、皆さんからのお天気、 えー、いただきました。ありがとうございました。今日もね、えー、変わらず。はい、ありがとうございます。以上、えー、お天気、道路交通情報をお伝えいたしました。それではここで一曲いきたいと思います。えっ、ー、と、あだちかなで、心晴れて。 お届けしましたのは、あだちかなで心晴れてお届けいたしました。この後は CM を挟みまして、新聞のコーナーです。メールアドレス、あ、違う。今日のテーマトークは、あなたの元気の源は、です。皆さんからのメッセージ、どしどしお待ちしております。メールアドレスは、アナログ1アットマーク FM コザ .jp までです。皆さん、メッセージお待ちしております。

<Bye. S 2> <My answer. S 1> 時刻は8時33分です。 お届けしていますのはマイオンセスです。ナビゲーターは FM 小座の名宮です。この時間は、えー、沖縄タイムス琉球新報の長官から記事をお伝えしていきたいと思います、えー。まずは沖縄タイムス総合面からです。障害者支援事業所急増、就労以降,就労以降継続5年余りで3倍 障害者の就労を支援する県内の就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型の事業所数合計が7月現在491施設となり、2011年度末から5年余りで約3倍に急増していることが分かりました。 全国的に参入事業者が増える傾向になりますが、沖縄は事業所数の人口割合で就労移行が全国1位、A 型4位、B 型2位の多さです。就労機会が増える一方、利用者の奪い,奪い合いによる過藤競争で事業所が提供するサービスの地質の低下などにつながる懸念も広がっています。続きまして、同じく沖縄タイムス総合面からです。 普天間0.8%強返還4ヘクタール分実現まで27年米軍普天間飛行場の東側フェンスに沿った土地約4ヘクタールが31日返還されます普天間全体の約0.8%で1990年6月の日米合同委員会で返還に向けた協議を始めてから27年かかって実現しました 政府は沖縄の基地負担軽減に取り組む姿勢をアピールする狙いがあ,るありますが早期の全面返還を求める県側との溝は大きい見込みです名護市の野古施設をめぐり県と政府は激しく対立しており普天間の全面返還の具体的見通しは立っていないということです 続きまして、琉球新報の総合面からです。栄養摂取給食頼み低所得層子供低所得層の子どもはそうでない。子に比べ、成長に欠かせない。タンパク質や鉄の摂取量が少ないなど、栄養面の格差があることが、研究者による子どもの食事調査で30日までに分かりました。差は主に給食のない週末に生まれ。 栄養格差解消は給食頼みであることが示されました。週末に食事代わりにアイス1本のケースもあったということです。子どもの食の支援では、民間団体が安く食事を出す、子ども食堂も各地に増えていますが、給食がない夏休みシーズンを迎え、支援の重要さを示す調査結果となりました。 で続きまして、琉球新報の市町村面からです、えー。個人情報保護の改正法で研修会、沖縄市市政情報センターは、8月4日午後7時から、改正個人,情報個人情報保護法についての研修会を、沖縄市民会館10ホールで開きます。同センターでは参加者を募集しています。 事前予約制で定員は先着200人ということです。研修の対象は市内の中小企業や自治会、BTA、NPO 法人など各種団体です。国の第三者機関、個人情報保護委員会の事務局からは、えー、個人情報保護委員会の事務局から 講師を招くということです。問い合わせは、市政情報センター零九八九三九一二一二。零九八九三九一二一二番です。続きまして、えー、沖縄タイムスの地域面からです。ホース持ち消火活動、沖縄市で子ども防災教室。 夏休み,子ど,も夏休み子ども消防防災体験教室が23日、沖縄市消防本部内でありました。放水やはしご車の搭載、失礼しました、はしご車の搭乗体験、大声を出して火事発生を知らせる防災大声大会,大会など、多くの用しがあり、大勢の親子が楽しみながら防災について学びました。 8 5車に乗車した山城人く君9歳は初めて乗ったけど怖かった消防士さんたちはすごいと思うとはにかんだということですそして、えー、最後ですね、えっと、沖,縄タイムス沖縄タイムスの、えー、と社会面からお伝えいたしますこちらの記事ですね先日先日というか 前にもね、えーと、大きく取り上げられていましたけれども、すいませんね、と新聞のカサカサの音が入っているかと思いますけれども、はい、えー、お待たせしました、三、えー、つ子成長、喜び無限、受け流し知花の茶花隆之さんと妻の理恵さんの間に、昨年9月、三つ子が生まれました。体重わずか 575グラムから1045グラムだった3人は最長3ヶ月半の入院を乗り越え10ヶ月経った今では500違う、ね、5キロから7キロまでに成長したということです喜び3倍という理恵さんはおもちゃを取り合うし動き回って目が離せないこれからも仲良く助け合って育ってほしいと目を細めました。 とということでもう本当にねかわいいね写真が大きく載っています沖縄タイムスの社会面に載っています三、えー、つ子ということでね、えー、最初は 575g ととってもね小さい、えー、赤ちゃんだったんですけれども、えー、10ヶ月経って今は5キロから7キロということで三、まあ、つ子ねあの次女の、えー、しおりちゃん 長男のこうちゃん、次男のがくちゃんということで3人ね、えー、元気に笑っている写真が載っていますのでぜひ見てみてください、チェックしてみてください。いやー、なんかいいね、FM 講座で毎週金曜日の、えー、9時半頃からお届けしている、えー、赤ちゃんいらっしゃい、まあ、アイレディースクリニックね。 えー、赤ちゃんいらっしたいというコーナーもあってでそちらではですね i l d スクリニックさんで出産している出産した音声をですね、あのー、ラジオで放送しているんですけれどもそういうコーナーをやってるとねやっぱりこういう赤ちゃんの話題とかにもちょっと敏感になってしまいますねはい元気に育ってほしいと思います以上この時間はキナータイムス琉球新報の長官から記事をお伝えいたしました さあ時刻は八時四十二分を回りました。この時間はこのコーナーです。今日今日,今日は何の日？さあやってきました。今日は何の日のコーナーです。さあこの時間はですね沖縄手帳と、えー、その他の何の日の何の日かンダーからね。 えー、今日はどういうことが起こったかということをですね、お伝えしていくというコーナーですよ。先に、まずは、えー、と沖縄手帳からお伝えしていきます。七、えー、月三十一日、月曜日、土のと羊、えー、旧暦が六月の九日です。えー、とそして、腰尾です。満、えー、潮時刻は、えー、この後だと、えー、午後一時十九分。 そして、干潮時刻は、えー、この後の時刻だと、夕方の6時52分となっています。そして、えっ、ー、と、今日は何の日ということで何があったかというと、2004年、テンブス那覇オープンということですね。2004年って言ったら、13年前か。えー、テンブスってそんなに前からやってるんですね。 <laughs> そして、えー、あ、これね、もうこの間まですごい盛り上がってましたね。世界音楽コンクールで西原高校マーチング部金メダル3回連続ということで、いつだっけ先週よね。また西原高校のマーチング部が、えー、大、えー、なんだっけオランダで行われた世界大会でね、2部門で、まあ、1つが、 金賞1つは銀賞ということですごい輝かしい成績を、えー、残しましたけれどもやっぱこういう3回連続っていうものもねそういうふうに金メダルが3回連続でまたベストインターナショナル賞っていうのが2回連続なんですってこれが2005年 ?2005 年って言ったら12年前かそうかもうそんな前から こんなにね、西原高校のマーチング部って世界的にも有名というかね、すごいもう頑張ってるっていう成績を残してるんですね。12年か。すごいね。でもこの3回連続ってことは、この3年前からもやってるってことは、2002年からってことだよね。っていうことは、もう15年かー。ああ、すごいね。あ、そんなに長い間ね、西原高校頑張ってるんだ。なんて。 一言ですけど、本当にね、沖縄県としての、えー、同じ沖縄県民としてね、すごい誇らしいですよね。いやー、素晴らしいなー。はーい。これからも頑張ってほしいと思います。<laughs> 適当に聞こえな適当に聞こえるかな、こうなっていたらね。はいはい。まあいいや。はい。ということと、えっ、ー、と、その他の今日は何の日に伝えていきましょう。今日の、えー、7月31日、今日は何の日ということで、 えっと、その他の何の日は、えー、バラグライダー、違う。<laughs> パラグライダーの日、小玉の日、蓄音機の日、蕎麦の日となっています。蕎麦の日は毎月31日なんですってね。うん、うん。小玉の日って気にな,なりますね。蓄音機の日はないとなく想像つきますけど。<laughs> さあえっ、ー、と歴史的背景も紹介していきましょう日露戦争終わる1905年、はああそうなんだねで1944年サンテクチュベリーボツああそうなんだえー、なんだっけ星の王子様ね はあ、そっか。いい話ですもんね。もう毎回ね、なんか、なんだろう、子供の時に見た時より、大人に見た時の方がね、泣けるっていう作品よね、これね。はあ、素晴らしい。また見たくなってきたな。見たことない方はぜひ見て、見て、見てほしいと思います。えっ、ー、と、続続いてですね。うーん、と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 。次は、うーん。 ああ違うなまあ、いっかじゃあこれいきましょう年戦後初の民間航航空空会社日本航空設立おおそうなんだね51年なんだうーんしかし許,許されたのは営業面だけで運行は全て外国の会社を使うことが条件へえそうなんだへえ営業だけだったんだね許されたのはうーん でもこうやってねすごいもう日本の航空会社なんてすごい今発展を、ね、続けてますからねいやーすごいね最初はこういう外国の会社しか使えなかったんだねうん勉強になりますねそして1961年北陸トンネル貫通ということとえー、とそれに続いてかな1970年 東京山手線に冷房車初登場。冷房車初登場へえ、それまで冷房車なかったんだね。はあ、そうかそうか。じゃあ40年ぐらいなんだね。冷房車の歴史っていうのは。そんなに深くないんだ。うん。まあ、冷房車っていう、まあ、冷房自体の文化がね、そんなに長くないのかもしれないですね。そして、1979年。 松下電工企業、違う。松下電気工業が真空管の生産を終了。真空管姿を消す。ということです。真空管真空管って私ちょっとわからないな。ちょっと待って。真空管って何だろう真空管ね、ちょっと今調べてみました。えーと、電子管あるいは 熱電子化などと呼ばれるものということですけど難しそうこれちょっと待って分かんないや解説見ても分かんないっていう <laughs> あしまったボケずほったと,とりあえず真空管が姿を消した日らしいです <laughs> こんな情報番組あるかよってね思うんですけど自分でもすいませんね はい。えっ、ー、と、今日誕生日の方が、お、クラーク博士で。ですって。そして、えっ、ー、と、マイケル・ビーン。うん、中山秀幸。本田美奈子さん。ほう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 。ということです。で、今日の誕生日が、かぼちゃ。パンプキン。かぼちゃって、 ええー、かぼちゃの花ってあれよね。黄色くてちょっとちっちゃいね。かわいい花よね。あ、そうなんだ。今日の誕生日かぼちゃだそうです。ええー、どうせだったら、今日、ねパンプ、あれだったらよかったのにね。ハロウィンの時だったらよかったのにね。<laughs> まあ、7月31日の誕生日はかぼちゃということで。そして花言葉が、広大です。ですって、広く、大きくで広大。いやー、なんか、 自然を感じるね。<laughs> 適当 <laughs>。はい、ということで、この時間は今日は何の日のコーナーでした。 さあ、時刻は8時50分です。この時間はですね、皆さんのメッセージを届けして、メッセージ紹介していきたいと思います。えーと、まずはあ、今日のテーマー、今日のテーマトークは、えー、あなたの元気の源はということで、えー、メッセージお待ちしています。えっ、ー、とね、まず来てたのが、 えーと、ルドルフさんですね。最初にメッセージを送ってくれたのは、これだ、これだ。はいはい。今日のテーマ、元気の源。FM 小ザの明るいパーソナリティさんの方の笑顔ですね。と、いただいています。あら、お上手ですね。ありがとうございます。いつもね、ルドルフさんね、いつもコメントくれてるから、皆さんも笑顔になると思います。<laughs> ありがとうございますね。いつもコメントもいただきました。 でこれからもよろしくお願いします。これからもパーソナリティーさんの笑顔のためにコメントの方をよろしくお願いいたします。<laughs> はい、ということと、えっ、ー、と、そして、他に、うーん、来てたと思うんだけどな、メール読もうかな。うん、メール来てますね。北のリスさんです。ありがとうございます。メグオアシスになってますけれども、 マイオアシスです。の、ま、担当部が、今日は、アーズさんに代わって、メイグーやるだけですね。はい。おはようございます。ありがとうございます。めぐみさんがマイオアシスメインで出るのは初めてじゃないですかそうなんですよ。2年 ?3 年ぐらい、マイオアシス担当していましたけれども、あミキサーの方ね。 音響の方をね、担当させてもらってましたけれども、2時間丸ごと私がやるっていうのは初めてです。はい。なので、すっごい緊張してます、今ね。はい。皆さんの応援メッセージお待ちしています。は <laughs> いメール続き読まなきゃね。そうそうそう。えー、と、テーマ、元気の源。FM コザにメッセージを送って、笑顔になってくれる人がいたら、元気になれるかな嘘ぴょん嘘ぴょんまさか。 で嘘ではないよねこれね <laughs> FM コザにメッセージを送って笑顔になってくれる人がいたら元気になれるかな <laughs> FM コザのパーソナリティは素敵な人が多いからピンチヒッターはたくさんいますねカコアラそうねそうね田辺由紀さんのランチボックスまた聞いてみたいなあーそうねそうねうんいつまでだっけえっ、ー、と5月いっぱいまでね昼ラジは え、ひそこまきさんがお休みしてたので、どれくらいやってたかね、半年ぐらいやってた半年ぐらいね、あの、ゆきさんが、え、ピンチヒッターで放送していましたね。万ーニーネーラン霊団ラジオのキャストのマイヨネスも見てみたい。ああ、もうそう止まらない元気な夢のもつだなといただいています。あ人マー,ー,ネーラン霊団の方々が、 バン、マせセスやったら大変なことになりますね。<laughs> 朝、朝では放送できないんじゃないかな <laughs>。まあ見てみたいっていうのはありますけれどね。私もね、あさっきリスさんが、北野リスさんが、<laughs> FM 講座にメッセージを送って笑顔になってくれる人がいたら元気にな,なれるかなって言ってたんですけど、私も本当にリスナー上がりなので、なんだろう、パーソナリティさんが、 自分のメッセージを読んで、ちょっと笑ってくれたりとか、まあえー、と元気になってるのを聞くと、すごいなんか、送ってよかった、ちょっとまた、またメッセージ送ろうみたいなね、元気になったりしますから、やっぱりリスナーってそういう気持ち大事よね、大事よ,っ大事よねっていうか、気持ちそういうのありますよね。だから私も本当に今喋ってますけど、こうやってラジオでね、喋ってますけど、 どちらかといえば私、リスナー側なんですよ <laughs>。こうなの言っていいのかなね。あのー、そうなんです。リスナーの気持ちの方が強いもんですから、どちらかといえばね、そっちなんですよね、気持ち的にはね。はいリ。リスさんありがとうございました。でもね、もう、気づいたらこんな時間になって <laughs>。 おはようございます。爆笑ですね。<laughs> えっと、今、みみりさんが来ましてね、マジかって言われました。第一声で。<laughs> マジです。<laughs> はい、残りね、えっ、ー、と、8時台3分をなりましたけれども、えー、この後もメッセージどんどんお待ちしておりますよ。メールアドレスは 761-fmcoza.jp 7 6 1 a t m f m k o z a j p までお待ちしております。それでは、えー、8時代エンディングですが、えっ、ー、と、大塚健二さんのリクエストを行きましょう。チューブで、ああ、夏休み。 時刻は9時を回りました。はいさい沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を。沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。はいさい沖縄シティ。このコーナーは。沖縄市の提供でお送りします。まずは暮らしの情報から。 平成29年度、国民年金保険料の免除申請は7月3日月曜日開始です免除期間は平成29年7月分から平成30年6月分まで前年所得が判定基準と見るため所得申告がまだの方は先に申告を済ませてください 過去2年間の免除申請についても相談できます離職などをされた方は別途必要書類が必要となる場合があります代理人申請の場合は申請者の認め印代理人の身分証明書が必要です世帯が別の方が申請する場合は委任状も必要となっております 委任状は、年金事務所及び市民課、国民年金担当窓口でご用意しています。また、日本年金機構公式サイトよりダウンロードもできます。詳しくはお問い合わせください。詳しいお問い合わせは、小座年金事務所九三三 二二六七九三三二二六七または市民課国民年金担当までお問い合わせください。続いて軽度中等度難聴時補聴器購入費等女性の申請を随時受け付けています。 軽度または中等度の聴覚障害のある児童に対し、補聴器の購入、または修理に要する費用の一部を助成します。対象者は沖縄市に住所を有する方で、次の要件をすべて満たす方です。1、申請日時点で18歳未満の方。 両耳の視力聴力レベルが30デシベル以下。失礼しました。30デシベル以上70デシベル未満の身体障害者手帳の交付対象とならない方。3。補聴器の総用により、言語の習得などに一定の効果が期待できると身体障害者福祉法に規定する。 自備・飲効化の指定医師から判断されていることまた次の場合は対象外となっております女性対象者及び女性対象者の属する世帯員のうち市民税所得割額が46万円以上である方がいる場合他の法令等の規定による給付が受けられる場合 購入後の女性は受けられませんので、事前にご相談ください。詳しくは、障害・福祉課までお問い合わせください。続いて、住宅用火災警報器を設置しましょう。今年に入り、 沖縄市において、建物火災が多発しています。火災が発生したとき、いち早く火災の発生を知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。火災から身を守るため、家族を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。消防法では、すべての家庭に、 住宅用火災報知器を設置することが義務化されています。住宅用火災警報器はホームセンターなどで購入できます。詳しくは消防本部予防課。電話番号九二九零九零一九二九零九零一番までお問い合わせください。 続いて災害見舞金申請のお知らせです。火災や台風などにより、住居が全焼、半焼、床上浸水した場合は災害見舞金が支給される場合があります。支給基準などについてはお問い合わせください。詳しくは市民生活課。 または消費・生活安全係までお問い合わせください続いてイベント。 の情報です主婦イキイキライフ応援教室子育てや家事仕事で忙しいあなた隙間時間で上手に健康づくりをしてみませんかながら運動の紹介や未来年表作成ヘルシーおやつの試食を行います日時は8月8日火曜日で 時間は午前10時から正午です。場所は福祉文化プラザ。対象は市内在住・在勤の方で、定員は16名です。受講料は無料です。託児の場合は、事前申し込みで無料となっております。申し込み締め切りは本日7月31日月曜日。 午後四時までとなっております。詳しくは、市民健康課までお問い合わせください。続いて、通訳・翻訳・ボランティア募集についてお知らせです。 沖縄市や沖縄市国際交流協会のイベント、コザインターナショナルプラザの日本語会話クラスのサポートなどのボランティアを募集しています。言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、その他、要件は18歳以上で平日及び休日の昼前に活動できる方、 電話および E メールで連絡の取れる方詳しくは一般社団法人沖縄市国際交流協会電話070-5818-3508番までお問い合わせください以上「ハイサイ沖縄シティ」 このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。 Bye. さあ、時刻は9時12分です。お送りしていますのは、マイオアシス月曜日担当のアーズさんに代わりまして、メイグーがお届けしていきます。先ほどのね、えー、9時から10分間のハイサイ沖縄シティは、えー ピンチヒッターのピンチヒッターということで、え、ミミリさんにお願いしました。ありがとうございました。やっぱりね、あのー、毎週やってる方は全然違いますね。安定感がね。ああ、助かりました。<laughs> 多分えー、お聞きいただいた方も安心して聞いていられたんじゃないかなと思いますが、はい、すいません。またこの時間から私が、えー、お届けしていきます。 ちょっとねお,お聞き苦しいところが多々あると思いますけれども皆さんご容赦ください <laughs> さあこの時間ですけれどもお天気道路交通情報をお伝えいたします、えー、8時台でもねお伝えしたんですけれども9時台でのまた天気道路交通情報をお伝えしていきたいと思いますよ、えー、と沖縄地方のお天気はですね えー、7月31日月曜日、今日の天気は、南東の風やや強く晴れとなっています。気温は、えー、っと、日中の最高気温は34度。降水確率は、この後夕方6時までが20%。そして夕方6時から深夜の12時までは10%となっています。波の高さは3メートル。結構高いですね。 りを伴う見込みです皆さん、えー、海岸付近では気をつけてくださいね。そうして、天気言ったので、次、道路交通情報をお伝えしていきたいと思います。まずは、沖縄自動車道からです。はちょっと規制が増えてきましたね。うんと、沖縄自動車道、上り、巨大インターチェンジから、うーんと、昨日ザインターチェンジ間で、 工事により、第一、第一走行が規制がかかっております。そして、上り、そう、下り、下りで、巨、えー、大インターチェンジ付近工事により、どっちだ、第一走行規制が行われています。そして、こちらも、金インターチェンジ付近でも、下りで工事による規制が行われています。そして、えー、下り、 で、えっ、ー、と、石川インターチェンジから、どこだえっ、ー、と、ヤギ、ヤギじゃない、ヤカ、<laughs> ヤカインターチェンジまで工事により規制が行われています。そして、これは上りかな上りで、えっ、ー、と、石川インターチェンジ付近でも工事により規制がありますね。そして、 こちらは、ちょっと中部になってきますけれども、上りで北中ぐすくインターチェンジから中ぐすくパーキングエリアまで工事により規制が行われています。そして、最後、下り、稲葉インターチェンジから西原インターチェンジまでこちらも工事により規制がかかっています。以上、道路交通、時間ね。 これは沖縄自動車道の交通情報でした。続いて一般道の、えー、交通情報をお伝えします。お、だいぶ解消されましたね。もう中部沖縄市、沖縄市近辺、沖縄市付近はもう全部全線スムーズのようですね。えっ、ー、と、58号線が巻港からぐすくまにかけて、 えー、渋滞が起こっています。まあ、君などから、くすくまにかけて、58号線、渋滞が起こっています。そして、330、那覇あたりですかね。えっ、ー、と、古島、交差点付近が、えー、渋滞を行う、渋滞、混雑、なってますので、お、また更新されたね。はい、古島、そうですね。はい、古島、交差点、 付近が、えぇ、ー、気勢だね。規制じゃないや。混雑だね。混雑が起こっていますので、皆さん、安全運転でよろしくお願いします。以上、お天気道路交通情報をお届けいたしました。 時時刻は9時17分です、えー、と今日のトークテーマは「あなたの元気の源は何ですか?」ということで、えー、メッセージをお待ちしていますよ。えっ、ー、とねメッセージが来ていてですねえっ、ー、とこの方から来ています昨今ですあなたけ。あなた何してるんですかね 仕事してるのかな大丈夫かな昨今からメール来てますね。ありがとうございます。メグ姉さん、初めて、呼ばれたことないです。メグ姉さんなんて。今日は一人なんですね。私を呼んでくださいよ。あ、下ネタ NG ですかって。かく笑。うん。まあ、NG って言っても、言うのがあな,あなたですからね。うん、規制のしようがないですね。<laughs> 私の元気な源は子供です。 やっぱり、やっぱりそうなるんだな子供かうんうんうん。けど、けど、怒りの源も子供ですと。<laughs> なるほどね。両方、両方、まあ、もうなんていうか、もう生活というか、なんだろう。生活のすべてがもう子供中心なんだろうね、きっとね。昨今はね。でも確かに可愛いよね。うんうんうん。 確かにね、元気の源、子供か。そういう方結構多いんじゃないかな。私は全然、私は全然じゃないね。私はもう結婚も、えー、子供も、も出さんもしてないので、まあ、自分の子供っていうのはいないんですけど、自分の子供が生まれたら、そういう風になるのかな。今ね、全然そういうのにあんま興味がなくてね、子供、 うん,なんだろうね。自分で産む、自分で、自分の子供が生まれたら、やっぱり、そういう風うになるんだろうね。結構多いですもんね。なんか、なんだろう、子供のことを、んだろう。うん、苦手っていう意識、苦手意識が、私自身もあるんですけど、実は。はい、あるんですけど、でも、苦手苦手って言ってるって言っても、 自分の子供が生まれたらもう出来合いみたいなめっちゃ可愛いっていう声もよく聞けますからやっぱそうなるのかな自分もなんて思いますけどもまあ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 いいですねお子さんが元気な源というのはまたまたそういうのでもねメッセージ待ちしてますよありがとうございましたそしてそして続いてリスちゃん メグ、早く行ってよ。メグなら8時から聞いたのにってさ、またまた。私じゃなくても8時から聞いてください。<laughs> はい、ありがとうございます、えー。北のリスさんからいただいてます。今日は木曜日あれで、ね、あ、さっきね、く時ね、はい、さえおけないしていうミミリさんにお願いしたからね、木曜日の感覚がありましたけれど。 月曜日の気がするのに木曜日になってしもうた。あいえいな。ということで <laughs> そうね、木曜日の担当のみみりさんがさっきはやってくれましたからね。でもまたこの時間からは私がお伝えしていきますのでよろしくお願いします。さあ、えっ、ー、と、ツイキャスからもうちょっと聞いていますね。あ コスモさんからも、えー、お天気来てますね。札幌は22度。雨。相変わらず、小沢暑いかなと来てますけれども。あ、そうなんですね。22度か。結構低い。ね。もう雨だからかな。うんうんうん。小沢暑いですよ。もうね。湿気がすごくてね。じとじとしてます。うん。すごい。でも、 今、今は何度なんだろうね。最高気温が34度ということでありますけれども、そういう感じで皆さんね、えー、メッセージもありがとうございます。それでは、ここで一曲いこうかなと思いますよ。それでは、それでは、このナンバーいきましょうかね。 いきましょえっ、ー、と「平井でストーリーオブ・アワー・ライフ」。 Bye. My ass さあ、時刻は9時29分です。お届けしています。この番組はマイオアシスです。はい、えー、お届けしているお相手は、FM 小座のメグです。さあ、この時間ですが、皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。メールアドレスは、161-FM コザ .jp、161-FMKOZA.jp までお待ちしております。 ということで、メッセージもいっぱい来てるので、ありがとうございます。いつもね、月曜日は、アーズーさんが、担当なんですけど、急遽、私の方でピンチヒッターさせてもらってるんで、もうメール来ないはずなーって思ってさ、いろいろと準備してたわけ。本当に本当に。何言おうかなんか、こんなって FM コザの情報を言おうとかさ、スポンサーの情報を言おうとかさ、自分のネタどんなって話そうかなとかさ、いろいろ考えてたんだけどさ、 メッセージいっぱいくれて、本当に助かってます。ありがとうございます。ということで、まずは、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、これ読んだし、これですね。はい。えっ、ー、と、コスモさんから、ラジオネーム、コスモさんからです。池城さん、ミミリーさん、そしてリスナーの皆さん、おはようございます。なんか、池城さんって呼ばれると、なんか気恥ずかしい気もするんですけれども、はい、おはようございます。 えー、私の元気な源はバイクで旅に出ることかなということで、ああ、そっか、コスモさんバイク、上等バイク持ってましたもんね。バイクでツーリングっていうのかなというのも好きみたいでね、あちこち、えー、あちこち行って写真撮ったりしているようですけども、そういえばバイクで FM 小座に立ち寄り、ラジオにも出演したなぁといただいています。 あ,あ、そっか、そっか、そういうこともあったね。また、北海道から、まあ、札幌からね、えー、FM 講座遊びに来てくださいよ。お時間のある時にね。はい。えー、リクエスト、キルトニケンタさんの海の声をお願いいたしますと、いただいてますので、後ほどおかけしたいと思いますよ。ありがとうございます。はい。そして、えっ、ー、と、 こちらからは、えー、っとあ、こんなもんかな。北のリスさんから持ってますね。めぐみさんが橋次第にいいことがあったと言っていたのは何なんだろうって言ってるんですけど、私そんなこと言いましたかね。<laughs> ひどいね。メッセージ受けといて。いや、言ったかねなんて言うっていう。<laughs> 多分言ったんだはずね。こうやってメール来るっていうことは。はい。ちょっと思い出しながら喋っていきたいと思います。えっ、ー、と、ツイッカスからもいっぱいコメント来てるんですけれども、えーと、今日のテーマがね、えー、あなたの元気の源は何ですかといただいてるんですけれども、えっ、ー、と、タイガーさんでいいのかな元気の源は お酒ですといただきました。さすが。もう本当に、うん、わかる。<laughs> 本当にね、お酒ね。この、なんだろう。お酒、お酒が好きっていうより、私飲み会が好きなんですよ。飲み会の雰囲気が好きなんですよ。わかりますかねもちろんお酒も好きなんですけど、お酒なくても飲み会に行ければ、私はいいかなっていう。 感じなんですけどね。そうなんです。えー、っと、うん。そういう感じ。そういう感じ。はい。で、私の話をちょっとしようかな。ね、トークテーマは自分の話してなかったから。えー、っと、なんでまずね、この、今日の、このテーマにしたかっていうと、え、貝原さんが、今、お酒飲みながら聞いてますって、ちょっと、 本当と、とにビール飲みたくなってくるわ。<laughs> もうラジオでこんなこと言っちゃうんだもんね、朝からね。じゃないじゃない。ないえっとね、えー、私の元気の源っていうのはね、えー、っと、もう、あの、ずっとね、言ってるんですけど、言ってるというか、まあはい、あの、私の番組でも言ってるんですけど、私がね、あの、ロックバンドの、 バンプオブチキンっていうね、ロックバンドがいるんですけど、もうバンプオブチキンが好きすぎてですね。はい。あのー、やばいんですよ。<laughs> でね、昨日、あのー、アベマ TV っていう、皆さんわかりますかね無料でね。あのー、まあ、テレビとか、本当に、かニュースとか、アニメとか、スポーツとか、うーん、いろんなチャンネルがあって、 無料で見れる、うん、アプリっていうんですかね、動画アプリみたいなのがあって、昨日、そのアベマ t v で、あの、バンプオブチキンの、うんと、1時間半ぐらいのライブ映像が流れたわけですよ。流れるっていう時間があってね。それをね、見てて、もう本当にかっこよくって、やばいんですよ。 <laughs> やばいしか言ってないね。そう。なの、ね。<laughs> えっと、まあ、ミュージックビデオがまず二回3、三曲ぐらい流れて、その後は、えっと、去年かな、おととかの、あのー、ライブツアーの、まあ、日産だったかな、日産スタジアムとか東京ドームとかの、あのー、その、様、e、子のライブを流すっていう、 だったんですけどもう私も結構ライブに行ってるもんだから「あこのライブ行った!」っていうのですごいテンション上がって「あこんなやってたなこんなこと言ってたな」とかさ「あこんなってやってたやってた」と思ってここにいたんだよなっていうのをもう興奮しながらずっと見ていてねでもう聞きながら「あもうやばい何でも頑張れるわ」と思って。 もうこれ、うん。ワンプが行ったら、もう何でも頑張れるわと思って。そう。もう元気の源だねっていうのを本当に思ったんですよ。で、来年の1月に、あ、9月から、ワンプはね、幕張メッセから、えー、幕張、千葉か、千葉の幕張メッセで、メッセから、えー、全,全国っていうか、まあライブツアーがあるんですけども、 1>, えー、1月までね、1月の、うん、28まででやるんですけど、私はその1月の27、28に行われる福岡公演、ラストライブなんですけど、その日が。2 days 行っていくことになってるので、もうそれがね、もう楽しみすぎて。はい、そうなんです。それが私の今の元気の源なんです。 私が頑張れる理由なんです。<laughs> はい。ということで、私のこんな感じなんですけどね、テーマ。はい。テーマトークこんな感じなんですけど。そう。すごくねい、楽しみで、たまらないっていう話でした。<laughs> さあ、こんな感じでね、皆さんの元気の源、これがあるから頑張れるとかね。えー っていうのをね、えー、お待ちしていますので、ドヒドヒドヒじゃないドシドシおまお待ちしていますメールアドレスは 761@fmkosa.jp です。えー、とここでですね先ほど、えー、とリクエストをいただいていました曲をですねおかけしたいなと思うんですけども。 えっと、リクエスト2曲続けて書きたいと思います。ちょっとね、えー、リクエスト2曲書けるので、1番ずつぐらいしか書ききれないとは思うんですけれども、それ、ちょっとね、えー、書けれる分だけは書けたいなと思っていますので、お書きしたいと思います。それでは、えっ、ー、と、これから書ける曲はですね、コスモさんからのリクエストですね、 えーと、浦島太郎、まあ、桐谷健太の海の声。そして、えー、と、どなたのリクエストでしたっけえー、と、タイガーさんのリクエストで、マグコロブラザーズ、エンドレスサマーヌード2曲続けてお届けいたします。それでは、お楽しみください。 <Bye. S 2> <My answer. S 1> さあお届けしましたのはコスモさんリクエストで桐谷健太、海の声そしてタイガーさんリクエスト マゴコロブラザーズ、エンドレスサマーヌード、2曲続けてお届けいたしました。いいね。なんかもう夏って感じするね。すごい、なんか、海行きたくなるね。なんかワクワクするね。はい。リクエストもありがとうございました。さあ、この時間ですけれども、FM 小ザらのお知らせ、行きたいと思いますよ。もうなんだかんだ言って、もう今週末に迫ってきました。 FM コザナイトインビアバイキングのお知らせです。8月5日土曜日、もう今週末なんですって、早いね。早いね。ほんと早い。まだまだあると思ってたけども、今週末なんですね。8月5日土曜日、FM コザナイトインビアバイキングということで、<laughs> FM コザのスポンサーさんでもあります、 うるま市にあります、結婚式場、ニューサンワさんにて、えー、イベントを行います。えっ、ー、とですね、8月5日土曜日はですね、ステージイベントを FM コザが担当するということになっています。で、この、ビアバイキングっていうのは何かっていうと、 えー、飲み放題、食べ放題のバイキングとなっています。飲み放題の中にはですね、まあ、ビアバイキングということを言うぐらいですから、えー、生ビールでしょで、青森とか、中イワインも入ってます。そして、もちろんソフトドリンクも入っています。本当ドリンクもすごい充実してますので、えー、本当に楽しんでほしいなと思います。えー、っとね、そして、 食べ放題も入ってます。まあ、えっと、乳酸和ュさんの美味しい美味しい料理をですね、えー、楽しんでいただきたいなと思います。そしてステージイベントなんですけれども、うん、FM 小座に、えー、関わりのありますステージイベントを盛り上げてくださるアーティストの方も紹介したいと思います。まずは月曜日、月曜日じゃない、火曜日、火曜日の夜10時、 から11時に放送している春水のハローーニューワールド担当しててくれています春水さん、いいですね。かっこいいね。そして、えー、毎週日曜日夜8時から1時間番組やってもらってます。SPC がから SPC のお二人を、えー、お招きします。そして、えっ、ー、と、チーカーさんと言い,いまして、FM 機ノワンさんでもね、 番組やってますすーーさんですねそしてもう1組はニューサンワさんのイチオシアーティストということでアンズさんをお,、えー、お招きお招き n z u さんというこの4人の4組か4組のメンバーで FM コザナイトをステージを盛り上げていただき,いただきますいや楽しみですねすごい楽しみこれね えっと、会場、まあ、オープンが6時。そして、スタートが6時半となっています。で、まあ、終わるのが大体、ま、9時半とかに終えて、まあ、10時までには解散っていう感じになるんですけども、6時から来たらね、もう最大4時間飲み食べ放題だから、すごいよね。で、大事な料金言ってなかったですね。えー、料金が大人3000円となっています。これね、えー3、 この3000円は、えーと、当日、当日に受け付けされた方が3000円です。でも、前日までに予約していただくと200円引きです。なので、2800円で最大の時間飲み食べ放題、バイキングを楽しめますし、さらにステージイベントも楽しめますし、そして豪華な景品が当たる抽選会もあります。 ねこんなに全部、もう、楽しいこと尽くしなのに、2800円で、こんなに楽しめるんですから、ぜひ、皆さん遊びに来てほしいと思います。まだまだ、えー、ご参加のほどお待ちしてますので、ぜひ、よろしくお願いします。そして、えー、問い合わせなんですけれども、FM 小座ニューサンワさん、両方で受け付けています。えっ、ー、と、ニューサンワさんの連絡先、A98974337 で、 9743370そして FM 小座では09893486539348653番です。皆さんからのご予約お待ちしています。もちろん、えー、当日参加でも全然大丈夫です。皆さんの参加お待ちしてますよ。よろしくお願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、ふふ。 7月31日月曜日、マヨ前押スもそろそろエンディングのお時間となってきました。いやー、もうね、一人で2時間どうなることかと思いましたけれども、皆さんからの本当に温かいメッセージとか、えー、たくさんのリクエストいただいて、もう本当に楽しくね、えー、届けることができました。 皆さんね、本当にメッセージありがとうございます。リスちゃんもね、いっぱいメッセージ送ってくれたんですけど、はい、また、あの、明日からもメッセージ送ってくださいね。よろしくお願いします。そしてね、えっ、ー、と、あ、明日なんですけども、はい、えっ、ー、と、普段、えー、毎週火曜日は、サリーちゃん、サリーさんがね、えー、 なんともうサリーさんがね来明日と来週ちょっとねお休み仕事のためにねちょっと都合が合わないということでお休みとなっていますということで、えー、ピンチヒッターにですね、えー、木曜日アジクーターラジオのアシスタントでありますヤラ、えー、あゆみさんをですね えー、パーソナリティといたしまして、パーソナリティにね、なってもらって、えー、っと、マイオアシスお届けしていく、お届けしていきたいと思っていますので、ぜひ、えー、皆さん、ヤラミーさんのマイオアシスも楽しんでもらいたいなと思いますよ。それでは、私とはもうこの時間で終わりですかね。はい、お別れとなりますが、この後、えー、10時からは、 中倫理法人会の倫理、えー、タイムをお届けいたしますそして10時半からは、えー、沖縄ムービング引っ越しセンタープレゼンツムービングウェーブこちらさちょっと収録放送ですけれども、はい、そういう放送となっていてで11時からは親分はイエス様の収録放送ですそして12時からは、えー、昼ラジ。 今日は月曜日担当は新庄幸子さんのハッピースイッチをお届けいたしますので、この後も FM 講座でお楽しみいただきたいと思います。マイオーシス月曜日お届けしましたのは FM 講座名宮でした。また次の機会にお会いしたいと思います。それでは、これまま FM 講座でお楽しみください。そして今日のエンディングテーマは、エンディング曲は 私が大好きなバンポーブチキンのナンバーからリボンでお別れしたいと思います。それでは皆さん素敵な月曜日をお過ごしください。